こんにちは、よしこです。今日はウクレレのストラップピンをご紹介します。ウクレレはこのようにストラップを使うととても弾きやすくなるんです。ストラップはこのようなピンにぶら下げて使います。ただこのピンは全てのウクレレに最初からついているわけではないんですね。実際に私もこのウクレレには自分でピンを取り付けたんですね。使ったのはこの2つ、ピンとプラスのドライバーでした。やることは簡単で、ウクレレのボディの適切な場所にこれをねじ込むだけなんです。ただ問題は必ずボディに穴が開くことです。やり方によってはウクレレが割れてしまうかもしれません。ウクレレを傷つけたり壊したり、また怪我をしてしまったりするかもしれません。危険を伴う作業です。詳しい人や専門家の方に必ず相談してくださいね。最後まで見てくれてありがとう。